はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、1177日目ですね。はい、現在2022年9月6日の15時21分なんですけども、今回はですね、お知らせの方からねご覧いただきたいなと思います。今いろいろ来てまして、まずはスカウトで、ワールドスター来ましたね。はい、まあ、このアカウントね、阪神純正だけでやってるんでね、まあ、ダルビッシュ選手も筒香選手もね、まあ、阪神に関係ありませんので、まあ、スルーしたいなと思います。はい、であと、まあ、狙い打ちが来てまして、あと選手追加来ましたね。はい、2022シリーズ2いよいよ登場ですね。はい、まず一発目が S ランクはライトでしたね。で A ランクは先発ということで、まあ、阪神は佐藤輝明選手来てます。はい、まあ、能力の方もねシリーズ1よりちょっと上がってますけどね、まあ、一応まあシリーズ1を持っているんですけども、まあ、ゆくゆくね、絶対欲しい選手ですんでね、佐藤輝明選手ね、まあ、取りにゆくゆく取りたいなとは思ってます。はい、で、A ランクがガンケル選手でしたね。はい、であとですね、これですね、イベントですね、イベントはプロスピタワーでしたね。はい、で覚醒のローテーションチャレンジャー来てますんでね、そちらの方をご覧いただきたいなと思うんですけども、ですね、これかな、これですね。はい、こちら、阪神は西純也選手来ましたね。ローテーションチャレンジャーできましたね。はい、9位74、制球64、スタミナ65ということで、ですね、球種の方でね、この B 球種スプリットですね、これ1個あるんがね非常に嬉しいなと思いますね。はい、はい、こういう感じですね。まあ一応ね、僕ね、ドラ1ルーキーのね時の西純也選手の、S ランク、覚醒の極みで持ってますんでね、まあそうですね、継承できますんでね、4000ですからね、スピリッツね、これは非常に嬉しいかなと思います。この累計オーブの累計の方で、ですね、A ランクランダムがあって、自チームが1枚2枚ですね。で一番最後に S ランク役所もありますんでね、まあ、これでね、もう西純也選手出てくれるのがもちろん一番いいんですけどね、もし出てくれなくてもね、まあ覚醒させてね、極めで継承もできますんでね、非常に良かったかなと思いますね。もしかしたら最強決定戦にも間に合うかもしれませんのでね、まあ、4000のスピリッツですんで入れたいなとは思いますけどね、はい、間に合わせれるかどうか分かりませんけどね。で各回クリアの方でもう、ランダム1枚とで自チームが2枚ありますんでね、まあ、合計 A ランク自チームだけで4枚ですね。うん、でランダムボックスがにもこれあるんですけども、まあ、先ほども言いましたように僕一応覚醒のね西純也選手極みで持ってますんでね、以前のやつね、まあのんびりのんびりというか累計だけ取れるぐらいのねペースでも全然いいんでね、まあやっていきたいなと思ってます。まあ非常に、西純也選手来てくれたのはまあちょっと僕にとっては非常にまあありがたいかなと思ってます。はい、そういう感じです。あとですね、プロスピ応援団ですね。はい、タイムスリップ第6弾の、阪神は久保田選手出たんですけども、それをまあ狙ってそれを獲得すべくランキングを走ってたんですけども、順位ですね、最終順位とあとまあ使ったエナジー、まあ概算ですけども、使ったエナジーの方もね、ご報告したいなと思います。はい、終了したイベントこちらですね、プロスピ応援団、何位になったでしょうか。こんな感じです。はい、ランキングが 18,880 位ということで、まあ一応ね、最初当初は3万円以内を目標にしてたんですけども、ちょっと一つ上の順位の、こちらですね、 S ランクタイムスリップ選択契約書第6弾と40エナジー、これをね、まあ、もらえることになりましたね。はい、まあ3万円一応狙ってたんですけども、まあ、まあね、ちょっと上の方で、最初からずっといまして、まあ、動向を伺いながらやってたんですけどね、まあ最後追い上げ結構すごかったですね。まあ僕は結構まあ安全なところで追い上げ見ててましたけど、いやーすごかったと思いますよ。最後の方はね、この2枚と3枚がほとんど差ないですからね、ここね、もうこれまあ見てましてね、僕もいやすごいなと思ってたんですけど、まあ僕は一応初日に30連回しましてね、2日目でもう1億いってましたんで、そこからはまあそんなにペースねめっちゃ上げることなくやってたんですけども、まあのんびりというか、まあ、そこそこやでやってたんですけどね、もう後半すごい追い上げやったんで、一応ちょっとボーダーはじっくり見てましたね。はい、すごかったですね。はい、
で、まあ、使ったエナジーなんですけども、まあ、あくまでも概算になりますけども、大体になりますけど、まあ、ガチャ込みで1100ちょっとやと思います。1150やと思いますね。はい。まあ、累計終わりで1893エナジーあって、僕、まあ、その時に、まあ、1500はエナジーちょっと確保したいなと思ってたんですけども、現在1683ありますんでね、まあ、それも良かったかなと思いますね。はい。まあ、1683残したんで、まあ、なんとかまた次ねガチャとかもできるんでね、よかったかなと思います。一応まあ概算ですけども、1100、450、200はいけないと思います。はい、そんな感じで、ランキング終わりました。はい、最終的に 18,880 位で終わったっていう感じですね。はいはい、まあ今回こんな感じですね。ちょっとね、まだあの久保田さんのね契約書とかも来てないんでね、開封もできないんですけども、まあ来たらね開封して、まあ最強決定戦にね、もう言うてもあと2週間切ってるぐらいなんでね、まあ、西純也選手も間に合うかどうか分かりませんけども、小松さんは間に合わせたいんでね、まあ、頑張って、まあちょっとプロスピタワーの方もね、一応ね極みで決勝ですんでね、A ランクそんなにいらないですけども、まあ、オーバーランスするかもしれないですね。ちょっとあのなんていうんですか、試練の方もねちょっとやりたいなと思ってましたんでね。はいはい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純粋編でした。